こんにちは心理学生の江藤です、えー、今回は皆さんに、えー、お礼とお詫びをそして若干の、えー、報告をしたしていただこうと思ってます。えー、東京2年半以上ぶりにですね、えー、対面のリアルな形で、えー、受講生を教室の方に来ていただいての講演会11月19日、あのー、設定していたんですがあっという間に 定員、えー、がオーバーになってしまいまして本当にあのキャンセル待ちも取れない状態ですのでそれのお詫びをしたいなとそれと時間が変わりました午前中だったんですが午後に変わってしまった本当にご迷惑をかけて、ね、移動していただいて、えー、もうキャンセルも OK ですよって言ったんですがほとんどの方は皆さんですねそのまま受けたいということで本当に無理をお願いいたしました場所はですねとっても素敵な新宿御苑の とても美しい会場が見つかりましたんでこの辺にですね写真が後で出しておきますんで見ていただけばそこで2年半ぶりに東京のメンバーとお会いできるちょうどあの8月にですね大阪で対面型の講演会あれ2時間で えー、テイオーバーでソールドアウトになったんですね今回も東京あっという間にソールドアウトになってしまいました、えー、もう入れませんでしたという方本当にごめんなさいまだ次回の、えー、オープンセミナーの方に移っていただければと思いますそして、えー、名古屋は2月から対面が始まりますからね、えー、徐々に、えー、戻っていくのかなと気持ち的にですねそんな気がして本当に皆さんと直接にですねお会いして瞳を交わしながら えー、講座ができる楽しみを今からワクワクして待っている状態です。えー、本当にこう僕がアメリカで受けたセミナーで「あなたの命があと3日しかなかったら衣装をかけ」って言われたんですね。で、えー、こういうことをしたい例えばお母さんに「ありがとう」って,言,って言いたい家出してきて文句ばっかり言っていたからとかそれとか子供のダメだしかしてなかったんでこの3日しかないんだったら3日間は 子供を抱きしめていっぱいいいことを言ってあげたいとかある人はある愛を告白したいねもうこのまま死んでは忍びないもう好きだったっていう少なくともその思いだけは伝えて終わるとすっきりするからっていうねそういう,こうねセミナーがあったんですがその時の指導の先生がこう言いました「皆さん3日あったらできることをどうしてなさらないんですか?」 これすごくショックでしたね。確かに三日しかなければやりたいことをポンとやろうって僕ら思うんですけど一生というね、えー、時間になるとまあそのうち5日、5日そのうち英語でサムデイ、マ、ね、ンデイ、チューズ、ウェンデイ、サーサー、フライデイ、サタデイ、サンデイ一週間見たってサムデイ、5日なんて曜日はないんですよね。でも僕らはついつい5日、もしかしたら今回ね え講座に行こうと思ってあそのうち明日明後日電出ましょうと思っててももしかしたらうんえもうソールドアウトになってたっていう人はぜひとも今までのえ自分のパターンえー今もしかしたらこの告知で「えもうソールドアウトになったの?」っていう方ももしかしたらそういうものが日々の生活に出てないかなっていうことをね一回チェックして今度もしそういう機会があったらもう思ったら即ねどうせこけるなら。 後ろに倒れる前にこうけましょう。でねやらないで後悔するんだったらやって後悔した方が僕はいいと思ってですねたとえさ失敗したとしてもそれは経験値につながりますから僕はお勧めします、えー、ですからもし今回あの東京のね、えー、教室の方に入れなかった人はまたオープンセミナーある時には是非とも参加をしてくださいそして名古屋のメンバーももしかしたらあっという間に2月も埋まってしまうかもしれません。 もうう約間ににませんでししたたってないいいようにだけお願いをしたいと思ってますとりあえずもう何が一番言いたかったかっていうと皆さんたちにお会いできるのが一番楽しみでそして初めて今回ね、えー、僕にねあの会ってくださる人心から、えー、歓迎したいと思いますんでまた会場で皆さんの笑顔を、ね、瞳と瞳を、ね、交わせるそれぐらいの、ね、距離で。 え事業ができたらと思ってますそれでは秋深まってますが食欲の秋ですから、えー、体調にはくれぐれもご注意をください。それではまたどこかでさようなら。